どうも、どうも、どうもここから登れるらしいわね。違いますよ。違いますよ。前回のパートで登ったところの敵がめちゃくちゃ強くて、絶対ここじゃないだろうって思ったからグーグル先生にどこから上がるのか聞いたとかそういうことでは全くないので。ねえ。ねえ、あ、鳥いるじゃん。やたら姿勢がいい鳥。ちょっと猫背鳥。鳥なのに猫背鳥。なあ。もう夜になってしまいました。旅の続きは明日にして今日はここで休んでいかれるといいでしょう。本来巡礼者たちに宿を与えるための教会なんですが、私どもは宿に困った旅人のように寝床を貸してますのでね。貸してますのでね。じゃあ貸していただこうじゃない。ね。教会の前にある道を進んでいけばベルガラックという街が見えてくる。あ、カジノ?やりてえ。休業?そんな、生きがいが。ギャンブラー、ミトコンの生きがいが。あれ、本ないよ。上登れる?ここ。登れるわ。何ですか?何ですか?上に何か、上に何かあるのかと思いきや、何もないんですね、これが。何もないじゃない。ちょっともう上がらせないでよ。何かあると思ったじゃないねえ。休んでく休んでく。やったー。あんがとね。君のベッドなの。君のベッドなの。お、子供いいんじゃん。ガキいるやん。ガキ、あれを目にして以来寝不足気味なんです。あれっていうのはですね、海の上を走る道化師の格好をした不気味な人間のことです。前聞いた時は海の上を歩いてた気がするんだけど、なんで走ったんだろう。走ってたの?海岸線に沿って走っていったから多分ベルガラックの方に向かったんだと思います。とにかくもう忘れたいです。なのに忘れられない。あれは幽霊だったんじゃ。かわいそう。それはトラウマもんだよな。あんな顎の長い人間が、なあ、海の上を全力疾走してたらそれは怖いわな。ね。奴が向かったかもしれんそのベルガラックという街へ行ってみるぞい。おっさんいつの間に。もういいからそのくだり。飽きた。飽きました。あ、メダルじゃん。メダルじゃん。んで、他には、なんもないわ。なんもないわ。一応セーブしていこうかな。いきなりプレステ2がね、ぶち切れるということがあるので。なあ、間違えた。ありがちー。はい。別日収録でーす。セーブしてね、終わってしまうあるある、やりがちだよね。いつもやるんだわ。B ボタン連打してるから。教会の前にある道を進んでいけばベルガラックという街が見えてくる。あれ、これ聞いた?聞いた気がするなー。何週間ぶりだー ?2 週間ぶりぐらいだからなー。じゃあ行こうか。聞いたっけ?聞いた気がする。あれ?初見?初見ですか?もうわかんないや。ねえ、わかんないよね。そうなんだ。そうなんだ。ありがたいね。あ、ちょっと待って。なにこれ?なにこれ?ちょ、カメラ。あー。キャベツと、人参?かな。なんであれ真ん中から抜いたのかな?端っこから抜くと思うんだけどな。こだわりね。アキラ鳥山の。メッセージ性を感じる。牛じゃん。うわ、向かってくる。うん。わー。なんだっけ。こういうのポケモンにいた。え、てか、やばい。一番右のやつキモいな。鳥人じゃん。鳥人だよ。この頭の鳥の部分と首から下の人間の部分の境目を見せてあげるよ。鳥人だ。でも境目がないな。鳥のなんだろう、鳥がこう、ちょ、観察してたんだから。
鳥が、てか強くないこいつ。やばい、やばい。メガザルロック。へぇ。ま、いい名前ちゃう。何牛何ですか何ですか。おい、そんなに絞って欲しかったのか、このメス牛が。何を言ってるんだ。ちょっと、気が空いてしまって、すまんね。仲間に聞くわ。ああ、思いもかけない場所でね。こりゃ行かねえってはねえでゲス。すごいな、あらすじみたいに語ってくれるな。名前聞いたことあるんだ。でかいカジノがある。そうだ、カジノに行きたいって話したい気がするわ。俺麻薬ごめんだぜ。そうだね。いいのそれで。先回りしてドラムゲスを待ち伏せる方法はないのかしら。ただ闇雲に追いかけ回すだけじゃ永久にドラムゲスと戦えない気がするわ。さすが。さすがジェシカちゃん。聡明だよね。聡明だよね。あーやばい。プレステ2ちゃんが死ぬ。じゃあ、は。じゃあとりあえず道なりに進んでいきましょうか。だな。ちょ、ついてこないで。ついてこないで。何よあいつ。何なのよ。人？魔物？わあうわあ鳥獣。魔鳥？魔鳥なの？ウコッケ。魔鳥ウコッケなの？やばい、仲間にしたいこいつ。ちょっとね、ルックスが好き。なんかやっぱこのキャラデザ？このデザインいいね。なんか、センスを感じる。この、人の体に鶏の頭をくっつけるんじゃなく、鶏のね、手足を伸ばして、どうにかして立たせてやろうっていう、その、そういう心意気を飼いたいね。やばい、ジェシカちゃんが死ぬ。早く倒して、早く倒して。倒して。ジェシカちゃん、ここでちょっと死なすのめんどくさいけど、ザオラルあるんで、まあこのままでいいや。そうやって人の命を軽んじるんだわ。早く倒せばいいの。ほら、ほら、ジェシカちゃん、あなたがやらないと、あなたが死ぬ。ほらー。ほらー。うん。なんでかな、ジェシカちゃん一番受けづらい並びにいる気がするんだけど。スカウトするチキンドラゴン。へぇ。強いのかな強いのかな。あ、これ、3人しかダメなんだ。スラリン。スラリン。すまんな。ごめんね、スラリン。うわ、近づいてきた。わー、キモいわ。わー、キモいわ。よっしゃ、町だ。町に着いた。ここが、ベルガラックかな。少し大きそうな町。あ、文字読めなかった。どうもー。どうもー。あ、ベルガラックだ。今は訳あってカジノが休業中なんだよ。とほほー。とほほー言うて。あれはカジノが閉鎖する前日だったね。ギャリングさんの屋敷にね、強盗が押し入ったんだよ。以来ギャリングさんは屋敷に閉じこもったままでさ、あの時強盗と争って怪我でもしちまったのかね。ちげえな。低層奪われたんだろ。それがショックで出てこれないんだ。ボディーガードをやっていましてね、そいつが挨拶に来たんですよ。まるで根性の別れみたいな口調で、闇の遺跡へ行ってくると言ってましたね。私は知りませんが、確かホテルのバーに詳しい人がいたような気が。ちょ、広そうだな。どっから回ろっかな。じゃあ、右回りで行こう。こんにちは。今日はあれだな。ベルガラック編だな。てか、ここ教会だな。どうも。ギャリングはクマみたいな男で一見怖そうに見えるがね、優しいやつなんだよ。教会の前に捨てられていた子供を拾って自分の子にしちまうぐらいだからね。へぇ。へぇ。そんなことが。そんなことがあるんですね。さてさて。さてさて。わーい。オープン。何ここ。超道のど真ん中に机と椅子置くやん。邪魔ー。邪魔ー。前日ねー。
強盗も金目当てで襲ったはいいが、ギャリング相手分が悪かったろうな。彼は素手で熊を倒すほど強いから。はあ、やっぱそういう彼が転送を奪われたと来ちゃ外に出てこられないよな。もう決めつけ。絶対そうよ、絶対そうだわねえ。俺っちとギャリングは飲み友達なんだけど、近頃ギャリングのやつ酒場に来ないんだ。信じたくねえが強盗に襲われた時怪我をして思って、それが元で寝込んでるって噂本当なのかな。あいん、ならず者ばかりが住んでいるバルミドってバッチリ町があるそうよ。私には一生縁のない町ね。だってよ、言われてんぜやんがす。ギャリングは屋敷に押し入った強盗とかなり激しく争ったそうだぜ。どうにか強盗を払ったそうだが、次の日から屋敷にこもったままでカジノまで閉鎖しちまったんだよ。食事ではなくて人探しですって。しかしドルマゲスですか。人殺し、あわわわわあわわわわ、ちょうん、うん、はあ、なるほどね。カジノをやるためにはその大男をなんとかしないと。ギャリングさんをなんとかしないと。あ、お弁当専用のカウンター、ホットモートだ。わーわー、こうやって見るとなんかえのきみたいで可愛いね。何やってんの。これは古の賢者様らしいがの、ホテルやカジノを建てる際一度この像を取り壊そうとしたんじゃ。そしたらお前さん、工事中に怪我人続出じゃ、みんな怖がっての。まあそんなわけで賢者様の像は壊されずに残っとるんじゃよ。あれ見て、エジプトピラミッドみてえだな。肩パッと入れてそう。カジノのオーナーのギャリングには2人の子供がいるんだ。兄の方がフォーグって名で、妹がユッケっていうのさ。すごい食中毒起こしそうだね。カジノが閉まっている、兄弟揃ってギャリングともども屋敷の中に閉じこもって姿を見せないけどね。それ心中してるんちゃう、大丈夫、心中してるんちゃう。入れて入れてよ。もうこれあれだな、最初にそのバーのマスターとやらに話しかけないとダメそうだな。あ、道化師見かけた、見かけたやつおるやん。先回りどうのこうの言ってたけど、もう来てるやん。カジノが閉まっちまったんだ。この先どうなっちまうんだよ。なんかカジノある割には結構なんか普通っぽい街だな。あ、貝、なんかいいのあるかな。毒針、鋼の釜、あ、欲しい。あ、なにこれ、ライトシールド、かっこいい。でもそんなに一気に上がるわけじゃないか、高い割には。あ、これめっちゃ上がるな。じゃあこれ買う、これを買って、毒針ってなんだよ。あ、一撃で倒せる可能性があるのか。でもお金足りないな、どうしよう。ミトコンくんだけじゃ買うか、とりあえず。ちょっといらないやつ売ればいいかもしれないけど、まあ後で考えるわ。後で考えとくわ、編集中に考えとくわねー。息子と娘はとっても仲が悪くてね、しょっちゅう喧嘩ばかりさ。どっちかが拾われた子供ってことかな。どっちも拾われたのかな。なんか浮いてる、なんか浮いてるだろ。なんかソファーからも床からも浮いてるように見えるわ。あー、よっこらしょ、どっこいしょ、なんもねえのか。なんかあるんちゃうの。あ、開けさせてもらうわよ。やったーやーく本も読ませてもらうわよ。暗殺者の心得、は、通報しなきゃ。世の中にはいろいろな武器があるが、暗殺者の武器といえばやはりアサシンダガーだろう。とにかく鋭いダガーと毒さえあれば作れてしまうのだが、作れてしまうのがこの武器の手軽で良いところだ。なるほどね、毒のあるもの毒のあるものね。毒のあるものといえば何も浮かばなかったんだわ浮かんだけど
あえて口に出すのはやめたんだわ。ここがかっついのね。あー、開いてないわ。つまんねえな。かっついのやりたい。やらせてよ。あの日のようにやらせてよ。それ以上はいけない。ああ、懐かしいな、これ。アモールの水とか。麻痺だもんね。いらねえ。いらない、いらない。いらない、いらない。てか、ホテルってどこ？お屋敷が強盗に襲われて以来、向かいの建物にいる。ギャリングの手下もかなりイラついてるようでね。手下がいるの。ギャリングをはじめ。給料払ってもらってないんだろう、さては。さては。どうも。どうも。うわ、ドラゴンボールみたいな人だ。それはフォーグ様とユッキ様の、いよいよ、ギャリング様の命令だからだよ。多分ギャリング様の深い深いお考えがあってのことだろうよ。はい。ん？何？ドルマゲスだと？もしや貴様、奴の関係者じゃなかろうな。いやいや、そんなはずないか。様のお屋敷に強盗が入って以来、少々疑り深くなってるようだ。知っとるん？なあ、みんな知ってるってよ、この人たち。あれ？仲間。あれ？仲間出せない。なんで？なんで仲間出せない？角度が悪かった。あ、タンス。タンスが。ホテルどこだ？ホテル探そう。ここホテル臭いか？アパホテルですか？ちみちみ知ってるかね？この街で殺人事件があったそうじゃないか。全く物騒な世の中だね。殺人？ねえ、あなた知ってる？ギャリングさんの屋敷のこと。知らなーい。あのね、ギャリングさんの屋敷に強盗が入ったそうなのよ。死んだの？死んでないんじゃないの？わかんないけど。あ、ここ銀行だ。へぇー。まあ、いいよ。まあ、いいよ。そうか、銀行か。あれ？ホテル？ここ。ちょっと待って。バーはどこよ、バー。地下か？地下。地下にあるやろ。バー。あ、なにここ？わー、何やってるんですか？老人会？老人会ですか？バニーショーが見たいとな。夜に来なされ。すべては夜じゃ。ははん。来ます。来ます。あれ？ここちゃうの？夜になんないとダメなのか？ぽいな。バニーショー見たいし、夜に来るかー。ねー。もうマスターあったらお店の準備が終わってないのに、いつまで経っても戻ってきやしない。あー、ホテルで働いてる友人に話があるって。なるほど。なるほどね。いい話を聞いた。それで、2階ってことかな？おーい。おーい、広いな。あ、イベンツ。さあ、そろそろ話してくださいよ。あの日本当は何があったのかを。仕方がないな。絶対に誰にも言わないでくれよ。俺が漏らしたなんて知れたら。絶対に口外しません。酒場のマスターというのは意外と口が硬いものなんですよ。なんかそっちがマスターか。そうか、分かったからでかい声出すなよ。あの日ギャリング様の屋敷に強盗が押し入ったのは知ってるな。実はな、あの時の強盗にギャリング様は殺されてしまったんだ。ギャリング様か。バカ、でかい声出すな。ギャリング様が屋敷から出てこないのはもう死んでこの世にいないからだよ。その強盗は何者なんです？あの強いと評判のギャリング様を殺してしまうなんて。俺もその場にいたわけじゃないから詳しいことはわからんが、その強盗は道化師の格好をしていたそうだ。道化師の格好ですか。むむむ。でも変なんだよ、その強盗。金目のものには一切手をつけず、ギャリング様を殺して出て行ったそうだ。まるで最初からギャリング様を殺さがもと来てあったら、なぁ。なんにゃん。追っ手を放ったらしい。ハワはとんでもないことを聞いてしまったぞ。このことは口が裂けても人に言えませんね。あっといかんいかん、店をほったらかしにしたままだった。そろそろ物ないとよ、それじゃあ。やばいよ、ミトコンくん。ミトコンくん、考え事してる場合じゃないよ。お、すみません、すみません。いきなり現れたんでびっくりして。あ、あなたたちまさかずっとここにいたんじゃ。ってそんなはずないか。あら、いい人じゃない。もうちょっと人を疑った方が良さそうね。マスター。マスターねえ。あー、ダメダメ。奥の扉は火事のやつ続いてるけど中には入れないよ。おい。なんでバラすの？
何のことやら。ガチャガチャ。こっからカジノに行けるのか。いいホテルですね。開くのこれ。開くわ。誰か泊まってんのこれ。これポケモンだったらホテルの一室でポケモンバトル始まっちゃうところだわ。あ、踊り子の服だ。もうつけてるからな。ミドコンくんが着るか。ジェシカちゃんとおそろっぴにしよう。あ、なんか部屋の感じが違うね。あ、あー、お風呂。あー、お風呂。なるほどね。ふーん、ふーん、お風呂か。わ、お風呂を見た瞬間にプレイステーションが、プレイステ2がビカビカってなった。これは呪い。さっさとゲームを進めろというプレイステ2からの呪いだわ。へえ。だってじっくり楽しみたいじゃない、ゲームを。なんもねえのかよ。あ、カジノ、わかったから。わかったから、カジノ推し、わかったから。じゃあこれで、あ、これで、これでどうするんだ。バーに行った方がいいのか。マスター、マスティア、マスティア。上の廊下で立ち話を聞いていたと。え、ああ、お願いです。あのことは誰にも言わないでください。もしバレたら、私は黙っていてくれれば、私がいろんな筋から集めた情報を教えますからね。いいでしょ。いいよ。あ、いいえって言えばよかった。私めはこれまでに集めた情報をまとめてお聞かせしましょう。殺害されたギャリング様の仇を務め、ホーグ様とユッケ様が追手を放ったそうでして、追手が向かったのはベルガラックの北にある島だそうです。島？闇の遺跡じゃないそれ。ギャリングを殺したのがドルマゲスとは断定できんが、これはひょっとしたらひょっとするかもしれん。もう断定できるっしょ。もういいよそのくだり、飽きた。一度北の島にある遺跡行ってみんか。島行くのか、めんどくせえな。なるほどな、なるほどな。他になんかねえのかよ。もういろいろな筋から集めた情報一個もねえじゃねえか。ギャリング様のお屋敷には入れないのかな。もう入れないか。仇を撃ってきたら入れるようになるとかならないとか、そういう感じか。ねえ、殺されたってよ、殺されたってよなあ。ダメだ、これはいかん。じゃあその北の遺跡とやらに行きますか。